競馬中継、みんなの競馬に出演するフジテレビの堤礼実アナウンサーが10月26日にフォトブックを発売する。堤アナは、8月26日にインスタグラムで、この度、10月26日に、みんなの競馬とウェブスポルティバさんとのコラボによるフォトブックを出させていただくことになりました、と告知した。バル、堤アナは、お話をいただいた際、一会社員である私の本を読みたいと思ってくださる方がいるだろうかと戸惑いもありましたが、この本を手に取って少しでも何かを感じてくださる方がいてくださればという思いを込めてチャレンジを決めました、と意気込み。素の私をたくさん撮っていただいただけでなく、仕事への思いや、今私が感じていること、そしてメイクやファッションに関してなど、様々な場面、瞬間を詰め込んだ一冊となっています、と紹介した。写真では、つばびろの帽子で柔和な笑顔を浮かべたショットを公開しているほか、ミニスカートを履いたビーチでの一枚なども披露している。バル、フォロワーからは、女優さん顔負けの、美しさですよ、絶世の美女、会社員でも何事にもチャレンジすることは大切です、という声が上がった。